はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。ガチ当たり S プラスチャレンジパート2 パート2パート2をまたギュッとしたね、はい。さあ、前回はですね、ローラーを使って、はい、ガチアサリやってきましたけども、今回は今回は、もう、上げるためのザップ。あ、なるほどね。もう上げる、腕前上げ武器ね、これが。そのためのザップ。いや、じゃあ違うと思うけど、いろんな意味があるけど。やっぱ、アサリでもザップが。あのね、アサリって、やっぱ、戦況がすごい変わる、コロコロ変わるし、うんうん、やることも多いの、考えることも。なるほどね。ってなった時に、なんか、一長短の武器、うんうん、だと結構、対応しづらいとこはある。ああ、攻めは強いけど守りはダメとか、うん、守り強いけど攻めはダメってなっちゃうと、やっぱその安定しないってことね。うん、そう。はい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 。全部やんなきゃいけないから、勝つってなると。で、うん、ガチマッチはやっぱ通話がなしで、全然意思疎通が取れない。そうだね。うん、から、うん、そういう意味でも、やっぱオールマイティなシューター、うん、ザップとか寿司とか、うんまあそういうシューター系が割と俺はいいんじゃないかなと。なるほどね、うん、やっぱ自分の慣れてる武器ですからね。うん、そうだね。一番動きやすいっていうのがいいということで、じゃあもうこのザップで今日は S プラス上げちゃうと。上げちゃう、今日は上げちゃういや普段も上げようよ今日は上げちゃう、せっかくだし気合い入れましたみたいになってますけども、はい、じゃあ今回ちょっとこちらのガチャサリどんどん見ていってください。はい、さあ、はい、マンタマですね。オッケー、マンタマ。さあ、マンタマちゃんで、さあこちらで武器はザップ。さあこちらの方で、おお、すごい、ザプザプザプ。うん、そして相手はスシコラ、パブロ、ドラ。さあ、4人ですけども、これはもう味方、インクアーママという、誰が打ってもいいですよって感じですね。こんなところ。まあでも、通り道っちゃ通り道なのか、一応。さあ、周り塗ってあげましたね。先に塗ることによって、インクアーマーが使えるようになるし、相手も入りづらい。さあ、しかし、なんか入り込んでますね。プラチナやから。さあ、しかし、こちら側からだと結構遠いですね。これは、ガキ。ね？ああ、ね？あれ？ねって。ね？何ねって。パブロやばいっしょ。はいはいはい。なんかパブロでね、このアサリ持ってくだけ係みたいな、うん、結構やる方がね、よくいますけど、やっぱりそれはちょっともったいない。いいね、その、もう数をちゃんと数えておいて、やっちゃう、あーやっちゃうやっちゃう、あーやってるやってる、いやいやいや。いいですね、いい入れっぷり。こらえどっこよ。パブロはね、むずいよ。はいはいはい。わかるんだけどね、その、やりたいことは。うん、まあ、超スピーディーに動けてね。そうそうそう。あさって、うん、敵が見ない隙をついて、みたいな。すごく自分一人で持ってちゃうみたいな、ね。そう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 。わかるんだけどね。見つかった時がもろすぎるんだよね、やっぱ。あとはやっぱ戦いに参加しないことになっちゃうから。そうそうそう、やっぱ前線他の人たちがきつい、ね、塗りもきついだろうし。さあ、でもいったいったけど持ってない。さあ、アサリを持ってないと厳しいですね、あれは。はい、無視してか。さあ、そして1個来てますね、アサリが、うん、なおかつ水を持っている。まあ、いらねえ俺は気づくと持っちゃうことあるからね、やっぱアサリは、うん、甘い入れるわ。さあ、甘い入れといて味方にアーマーをプレゼント。あ、いいとこに、おお、いいですね、その近距離でのガチャンスリー。2つは消えそうですか、はい、ナイス。この距離感、フォークサイと違ってね、リーチも短いのでそこまで打ち負けないですね。しかもここでジャンピング、ポイッ、うん、いいねー。あーあああああ、5番5番だと。さあ、5番5番だけども、やってってな。あ、1個入れて、あ、1個入れた、ナイスナイス。2個入れたか。でも、ペナは消えなかったか。まあ、それしょうがないね。ペナはやっぱ消す、結構ペナが壁になりますからね、1回いっぱい入れちゃうと。だからできる限りもう1回で済ましたいぐらいの気持ちでいきたいんですけども。さあ、相手がちゃんと持ってきましたね、ガチアサリ。あ、いいですね、止めている。さあ、またもやパブロがぐるっと回ってきている。さあ、しかし、あ、それなんかローラーが守ってますね。さあ、でも道のり遠いぜ、そっからは。もう押さえつけられてる、首輪でこう。わあ、あーっと後ろからも来ていて届いてしまう。さあ、相手のガチあたり届いて、一応、あー、2つ入れられている。60入った。さあ、しかしさすがにリードは難しかった様子。さあ、ここはまたもや集めて、さあ次はゴールさえすれば2点2カウント進みますね。なので進めてしまいたいところ。ナイス、味方と一緒にナイス2。
そして持ってない、あと1個欲しい、あと1個欲しいが、ああうー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 おー、さあ2つ、いっちゃいっちゃい、これいっちゃいっちゃい、あーいっちゃいっちゃい、あーいっちゃいっちゃい、あと1、あと16、あと5個プラス1、あと5個プラス1、あ、これ入れてくれれば、入れちゃい入れちゃい、あ、ナイスナイスナイス、ナイスナイス、ナイスナイス、いいよ、そんなとこいんの壁から上がってきたね、はい、うん、いや素晴らしかったね、うんうんうん、パブロ難しそうですね、むずい、パブロはむずい、パブロで、まあその刺さればね、うん、一発逆転はあるかもしれないけど、うん、やっぱそれが警戒されちゃってるその S 体以上は、そう、特にね、そう、 S 体以上は見てるから、うんうんうん、うん、厳しいですね、決まんない決まんない、うんうん、うん、さあ、はい、マンタマリアですね、オッケー、はい、マンタマちゃんでいきましょうか、こちらのガチャサビじゃあそれね、かなり手を入れるときが気持ちいいんで、あそこがね、見たいですけども、さあファンメールが来てファンメールじゃないチャーリかぁ、ね、チャージャーどうなんですかね、ガチアサリどうだろうね、防衛は強そうだけどね、チャージャーの確かにね、一歩手前からね、もうガチアサリ来たらそれ打てばいいだけですからね、そうそうそうっていうのはできるけども、まあそれはね、もちろん見越しての相手の動きもありますから、あのラビが嫌だな、一応当てたけども、おー、ナイス、逃がさない動き、素晴らしいですね、さあ、6個、これ前に行きたいところですけども、溜まっていないのと、抜けられてますね、はい、あー、手前か、さあ、はい、なんだ、ラピか、ラピが、嫌なとこから打ってきてますね、さあ、ラピッドブラスターは、角からでもガンガン開けてくるので、かなり厄介ですけども、いいですよ、出て、見られたね、おー、ギリッと、ほんと、さあ、ちゃんと見てますね、相手、あ、上、下ね、なんか吐きながらしてみたいな、リンクアーマーかなんか、さあ登って、まあまだまだまだね、入れに行くタイミングありません、来てますね、フッと、え、マジか、寿司やれねえか、一発ぐらいだったんだけど、上からの寿司はやはり、あ、あれは、え、足何か欲しい、足りなかった、取れる、一瞬、さあいいですね、あ、いいね、ニオチ、ナイス、ナイス、このニオチでかい、これはアサリ持ってってあげたい、いいね、振ってあげたい、必殺がいる、うんうん、さあいいですね、あそこら辺に溜まってるであろうとこに吸盤しに行くのはすごくいいですよ、さあ一人倒して、あーそこで見ている、後ろ、ナイス、いい酒、いやーこれ無理、あれ入った、あーいいね、ガーおほほほ、さあちょっとチャンスは根付かずだけども、まあまあまだまだこちらも別にピンチではない、そしてチャンスの種、リンクアーマー、いや、それはずるいよ、ガラッと落ちた感出しましたけどね、落ちた感出しながら下がっていって、やばい、で、まだいる、邪魔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 、あー、危ない、危ない、こっちの方が大事そうですね、1対1の勝利よりも1アサリの勝利がいいですから、さあギー、あ、でも落とした、落として、さあ、やはりスーパージャックしてね、かなり強力なんですけども、ガチアサリ、アサリを落としてしまうというね、いや、これはくぅ、これは来ますかね、あー、さあ入れられて、ここでね、抑えたい、50までに抑えないと、抑えたいんだなぁ、おぉ、オッケー、危ない、うわ、ガリガリに来たね、いやよかったよかった、よく止めた、あー、いるいるいる、あー、やるとこに、裏っ側、さあ投げ込んであげる、あ、これってましたね、なあ、不死身か、はい、不死身なのか、ナイス、倒して、ローラがいいんだよな、ローラじゃねえや、でラピカ、さあこれは、あ、あ、あ、いや、マジか、あ、さあ見てくれてはいるけども、味方が、あ、信じたんだけど、ここはね、厳しかった、あ、左来てる、左来てる、左来てる、ベベ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 ベバイ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 、キュ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 、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、止めた止めた、そこの壁についてるね、うんうんうん、あ、違う、あー結構向こう側あったね、さあいいですよ、くるっと回ってきて、ガチアサリ全然まだ、あ、来た、あー抜けられてしまう、ナイス、倒して、さあでも幸いそこまでカウントは4ぐらいか進んだな、オッケー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 、さあ作っちゃいますよ、作って投げて持っておく、誰か持てと言わんばかりの一人倒したけども、これはまたもや、あー、よかったよかったよかった、危ない危ない、さあこれ持ってってあげましょう、いやこれ持たないと、
あ、これできなくて。うん。やべえ。あ、そこに置いちゃった。さあ、これ2つ入れたいですね、ここは。さあ、どうにか。1落ち開いて。1落ち。2落ち。ナイス。タワー壊して。ここターニングポイント。トゥデイズ。タワー。届かねえ。レイヤーラピやれてないか。いやどうすればよかったんだろう。なんなら今ガチアサリじゃなかったら言ってたかもしれない。あの普通アサリを3個ぐらい入れとけば、ああ、うん、やっぱりそこら辺も難しいですけどね。あ、落ちた、落ちた、落ちた、落ちるとガチアサリどうなの、一緒に消えるのかな。消える、あ、消えるんだ。さあ、OK、残り10秒。ガチアサリを持っていないがためそうなやつを倒して、さあ最後の最後の、いやー、そこでプレッサー打ったらダメじゃん。アサリ作んないと。そうか、アサリ持ってないと、ガチアサリないと延長いかない。延長いかない。いやー、惜しかったな、もうちょっと肩が。もうちょっと肩できてればな。そこね、厳しいとこですね。まあ、信じて突っ込んだから、はい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 、後ろにいたの分かったけど、うん、すれ違ったの分かったけど、うん、信じてたけど、ちょっと難しかったね。噛み合わなかったね、あそこね。難しい。さあ、はい、富士坪スポーツクラブですね。はい、富士坪でガチアサリ。さあ、こちらはね、ガン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 前に詰めるべき、お、負けていこうと思いますね、うん、さあ、相手もなかなか強そう。何よりね、やっぱりあのフラッシュがあるとかなりゴール率が上がるような、上がんないような、そんな感じします。さあ、こっちはインクアーマー2枚、そしてマルチミサイルあるので、ナイス、いいですよ。あれ、マルチミサイルね、イカスピアだ、イカスピアがあるので、ここら辺がね、どう響いていくか。ロングブラスターでもいいですね、生き延びてる、素晴らしい。さあ、ここで9番ボムでとりあえず相手の場を、9番でね、かなり濡れるので投げとくだけで安心安全。ナイス、うん、さあ3落ち、ここ行こう、チャンス、あげる、あげちゃうから、みんなみんなみんな、あー投げられてる、オッケー、お前がやれみたいな感じになってます、お互いに。あー、どれ取れる、嘘、あ、取れない、やー、ちょっと取れない、あー、オッケー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 、止めてる、止めてる、いやー、いやー、でもガチアサリが消えてしまう。ゆっくりでいいのにね。いやー、ちょっと焦ったね。全然焦りすぎでしょ。あそこはね、あの状況でさ、何より入れたいからね。やられてもいいからね、入れなきゃですから。あー、作っちゃったよ。かー、さあ、こうなると持ってかざるを得ない。しかもバレバレになってしまうのはなかなか厳しい。さあ、1人倒して、ナイス、持ったね、味方、後ろは倒してあげる。さあ、入れてるんじゃねえの、入れてるね、しかし、ロングブラスターが止めてきて80か、なおかつ、あ、そっちから行ければまだ入れれる、入れれるか、入れてる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 、ナイス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 、62、いいですよ、いい入れですね。やってるうちに1人戻ってきますからね。ここでガンガン塗って、また塗って取って、さあ、今度は守りの準備、結構ね、揺られてはいるので、相手が入ってこれないように守っていきますよ。うわー、いやー、これ知らん、うまい、綺麗な、綺麗な今、あー、これ、守れるね、まだ守れるね、言いました、確かに、左からも来てるな、なんか、左から来られたら怖い、いやー、でもなんか、無茶してますね、それは無茶じゃねえの、あー、そこやられるとしんどい、やばいですね、さあ、ポイズンもすごく痛くて、いいです、下がったけども止める、ナイス、今の止めはとってもナイス。さあ、振っていって、あさり消えた、あぶねえ。さあ、しかし、あ、いますね、もう一人、気をつけてください。いや、あれはもう味方に任せる、いや、こ、さあ、止めてくれよ、もう一個、もう一個来ている、もう一個来ているが、ここはどうにか止めないと、いやー、もう一個増えてる、めちゃめちゃ作ってるな、相手、いいね、敵が、うーん、やっぱりアサリをね、いいやー、作れた、あ、いったな、これいったな、あー、ツーシャット、ツーシャット、さあ、これはなかなか厳しい戦いになるよ。いったけども、倒せるか、いやー、倒してくれ、あー、さあ、9番が当たらずだが42、だいぶ進みましたね。さあ、でもまだまだ時間はありますね。40秒、
の間に持ってっちゃいたいところ。さしかし怖いですね、ここら辺にそうなの怖いですね。さあ落ちたやつを拾って、さあこれはもうガチアサリ持っていく気概を見せまくるしかないか。ああいいですね、どーし止め3人落ち。さあこのインカーマ、これがなかなか、さあそこに置いとく、ちょっと先に投げ込んでおいて自分で取りに行って、さあ自らにパス当てる、ナイス。さあ2個入れてカウントリード、いいよ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 。さあ拾って拾って入れたい、入れにくい、さあ届く、ナイスナイスナイス、終わらせない、いいですね。じゃあ10リードしましたね。ここで守りきれば勝ちなんだよね。そうだね、あと中に1分切ってますから、守るっていう概念を、うん、植え付けたい、持ち合わせてないと難しいですよね本当に。むずい、ほらやられてる、攻めと守りのねバランスが。頑張れバケちゃん、いや入ったけど大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、いやちょっと待って、それはまずい、それはまずいぞ、それはまずいぞ、あよしジェットパックは無視、ジェットパック無視、いや入ってる入ってる、どこだ、でもゼロ、今1、うわ入れてる、どこやねん、どこからやねん、ナイス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 、おおぶねおぶねおぶね、困ったー、あーよかったー。さあ残り10秒、これで相手がガチアサリを作れなければ勝利、取れないね、取れないね。さあ、あ、でも相手ガチアサリ作ってますね。オッケー、じゃあ持ってみましょう。あ、面白く、うん、こっちはいらないもん。なるほど。防衛で終わり。確かに。もうこれから入れるっていうのはないですけども。さあ、やられなければ勝ちですよ、やられなければ。あ、いいですね、一人倒して。残り左だけ。あれ。さあ、見ておいて。ナイス。あれ、まだ終わんない？いや、だから残ってる。あ、そうか。あ、持ってくる。持ってくる。オッケー、オッケー。危ねえ。いや本当にハラハラしますねこれは。なんかお互いにやっぱこう最前提ではないじゃん、まだやっぱり始まったばっかだから、うんうん、アサリもそこがね面白くもあり、そしてハラハラする場面でもありますね。いやでもしかし、あ頑張ってらっしゃい、むずいな、ちょっとわからん勝ち方が、難しいね、うん、さあ、はい、マンタマリア GO でございますけども、はい、さあ行きましょう、こちらのガチアサリぬぬぞたけ、あーでもまあ、いやでもチャーもいて、うん、チャーリール、まあまあまあ、竹はカーリングあるから、なるほどね、これはね竹は当てさえすれば、はいはいはい、はい、当てれさえすれば強い武器だと思ってるんで、ああじゃあ本当に腕依存、うん、腕依存ですけど、まあ結構厄介ですからね、なんか敵にするとたまに厄介なことがある、たまに厄介なことがすごい失礼たまに厄介なことすごい失礼なこと面白いなあー危ねえ。さあとりあえず相手の方に行ってかく乱、こうやってねやっぱりこれ手薄にさせるの大事ですね。あーでも一人やられてる、タケちゃん、タケちゃんを帰り、さあインカーマンして5個、残り5個でガチアサリ作れますけども、これは相手が、あいやそのことね、うんうんうん、さあ自分がねうまく手薄の中に行けてるときはおいぞー、いいね、めちゃめちゃ相手が攻め込んでるか、さあ持ったぞ、ここ見てね、届かないの、届かない、あーでもナイスナイス、届け、あーもういや落ちちゃったよ、ジャンプしないで、今ジャンプした、いやもう、あーいたいたいた、はいはい、いやそこに3つあるから、はい、あー1個入れて、あー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 無理か、あーまあまあまあ、ね、あーいいですね、いやー、まあまあまあ、そこ飛んじゃったよ、あそこピョーンっていけばね、うん、当てれるから、いや結構できやない今のです、これ負けあるな、20カウントがね、なかった、むしろあのスピードで入ってればっていう部分もありましたか、うん、多分ノバも死ななかったんじゃないかな、あそこ、なるほどなるほど、俺が入れてたら、はい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 、おおナイス、出てこ、出てこられなかった、危なかった、さあ5個ですけども、そして方はガチがガチ遊び消えちゃいますね、前の方のやつパリントン、さあパリントンベアしてインカーマン吐いて、うわー見てますね、でも9番ボンバーはそういうところをね置いとくのは素晴らしい、あー一瞬落ちちゃった、いやさあでも相手はね散らばすので、ナイス、あーこれいくんじゃないか、持ってるのかそれ、あーいい、あーいいね、あー大丈夫、なんか変なとこに入ってる、お前がやれいけ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 、ガンガン打ち込み打ち込み、今入ってない、まだ入ってない、まさか、え、はい、あー持ってる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 、ああ届いてない、あーだったあったあったあった、あいねーこれは気持ち悪い、
そこから始まれて、まあまあまあ、38、ナイスナイスナイス。あれなんかあまり裏側にいるのかな。さあでもまあさすがに無理でしょう。まあでもいいね、38。さあこれいいペースですよ、かなり攻めもガンガン入ってるし、たけちゃんも頑張ってくれてる。さあここでもね、こういう時が一番怖いんで、危ない。こういう時にグッとね持ってこられて、ポイポイポイってね入れられると、お、ナイス。さあそれはさすがにね、うん、見えてたね、ポチャンってなって、はい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 、刺されば強いけどもやっぱりちゃんと見てますね。さあここで持っておく8個。えっ、あーカーリングが多い、最悪、大きいカーリングされてましたね。さあここでイカスフィアして、さあイカスフィア強力ですけども、貝殻はアサリは落としちゃうんで、本人だけでこう突っ込んでくるのは無理ですね。さあいいですよ、塗っておいて、だいぶ大変な量持ってますよ。いいですね、いい打ち合い。さあグッズ下がって、あ、俺使ってんのか、うん、作っちゃいましたね。ナイス、壊してるよ。いけ持ってないか、みんな持ってないんだよ、誰も。ガチ当てで持ってなかったか、惜しいね。今のは全落ちさせて後ろだ、くーでも、あー投げとく、投げとく、いいよいいよ、14個はあるから。あー落としちゃった、あー逆にナイス。だがこの食いぼ、いやー惜しかったな今の。もう1月に行くとこだったけども、やっぱいっぱい倒せるってことはあんまりアサリ集めてないとかっていうのはあるのかもしれないけどね。さあ来てますね。さあ、マルチミサイル、味方の反射、危ない、味方のね、軌道を、あー、壊してるよ、いつの間に。さあ、これ投げ込みたい、投げ込みたいよー、あー、さあ、で2人、しかも相手は2つ持ってますね、ガチャガチャで、受け付けてください。3つ目が生成されて、まあ、一気にこっから逆転あるね、感じあるね、うん、あ、これ逆転というか、入れられはするのかな。さあ、さすがに、入れられはしてない、した。して後ろ、ナイス、止めて、さあ2個入って、危ない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 、間に合わないか敵は。ここでなあ、オッケー、うん、素晴らしい、うん、勝利ではある、勝利ではありますね、勝利ではあるけど、はい、時間内に S クラスに上がれなかった。あら、時間内に S クラスに上がれなかったね。なんでちょっとシャーっぽいね。いや1時間であそこまで飽ききれると思ったんだけどな、日本で。やっぱ意外とね、手こずる部分。ああ、ほら、あと1回っしょ、これ。あと1回だね。おお、そう。あのミスがなければ。あ, あそこのミスがなければ勝っててっていう。はい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 。はい、というわけで、はい、ガチアサリ S プラスチャレンジしましたけども。うん、足りなかったな、あと1個、うーん、はい、だ負けがちょっと多かったかなっていう、うん、ローラーの方でもうちょっと勝ててればローラーなんだかんだで2分の1ないぐらい負けてたから、なるほどね、うん、はいはいはい、特に最初の方やっぱりちょっとローラーでのね、アサリ難しいんじゃないかっていうのを気づくのに時間がかかってましたけども、でもアサリ自体がやっぱりね、うわ、ここ効果みたいなさ、あとやっぱ味方の動きが未知数すぎるというか、うん、まだ、うん、そうだね、なんかルル分かってない人が結構多いかなっていう印象説明がやっぱね、読み込まないと分かんないんで、やっぱり、うん、俺もなんか、ああそうだったんだみたいなのいっぱいありますし、まだなんでね、まあガチアサリ難しいですけど、まあ次はもうエスプレッソいけると思うんで、僕は多分もうなってますね。あれえ、なった瞬間勝手に、いや勝手になってる。はい、まあでも次からはね、エスプラスのガチアサリが見せれるということで、そうだね、はい、ぜひとも皆さんこれからも見てってください。はい、はい、ということでここまで見ていただいてありがとうございました、コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。